できた。ちひー TV、 そうそうそうなんです、ちひー TV さん、ちひー TV、 ちひー TV で、そうなんですよ、通訳させてもらって、なんか私も自分で見たんですけど動画、本当に私緊張しすぎて、なんか顔もなんか引きつってるし、もう声も小さいし、本当に申し訳ないですね。マジ申し訳ない、すいません、本当に。でも楽しかったです。しかもね、めっちゃうまかったよって英語褒めてもらえて嬉しかったでございます。嬉しかったに限る。どうしよう、これめちゃめちゃ楽しかったです、もう本当に。おはようございます。何だっけ、おマートンさんめっちゃ優しかった、めちゃめちゃ優しかったです。お本当に優しかった。マジで世の中の人で本当にマジトップ5に入るんじゃないかってぐらい優しかったです。ジャカルタだ、ジャカルタマジで楽しかったです。マジで本当に楽しかった。うん、やばい、なんかアメリカに住んでた頃が蘇ります。マジ楽しかったです。やっぱ海外はいいですね、やっぱ好きです。私は多分人ね、それぞれ日本とかあると思うんですけど、私はやっぱ海外が好きですね。田舎ですか？何も崩さなかったです、びっくりするぐらい。もうなんかなん、マジで美味しかったご飯。マジで美味しかったですよ、普通に美味しかったです。なんかうん、なんかうん、インドネシア車多かった、車多かったです。なんかバイクがめっちゃ多かったです、バイクすごかった。通訳って聞いた、英語から日本語にすぐ変える感じができるのがすごい。え、なんかちょっとこっちの目変だな、めっちゃふん。なんか私昔やってたんですよ、通訳、あの幼稚園の頃に言ってもあれなんですけど、もう前すぎて何も覚えてないんですけど、あのなんだっけ、あの幼稚園の頃に私が向こうに引っ越して、向こうの幼稚園本当に現地の子しかいない幼稚園に行ってたんですよ。もし日本人一人しかいない幼稚園行って、先生も全員日本語喋れないみたいな先生だったんですよ。うんうん、私が入ったその次の年からね、また日本人が2人ぐらい来たんですよ。その子たち本当に一切英語喋れなくて、でその頃にはもう喋れるようになってたんですよ。その子、その2人をずっと一生懸命通訳してました。うん
人の通訳をしてました。めっちゃ目が変、すごい嫌だ。他に覚えたい言語とかありますか？え、でもなんか今回インドネシアに行ってやっぱインドネシア語が、まあ、やっぱ一番メインじゃない、やっぱ分かんないじゃないですか、インドネシア語それやってないからね。それが分かんなかったのがすごい悲しかったんで、ちょっとインドネシア語を覚えたいですね。普通に、うん、言語を覚えるって簡単じゃないんですよ本当に。だから、やってみたいとは思うんですけど、じゃあもうテリマカシーしか覚えてないんで。その時はマジでもうなんか周りが全員英語しか喋ってなかったから、なんかもう自然と入ってきたんですよ。でもなんか今ってもう結局日本にいるから日本語がもうメインで入ってくるじゃないですか。だから今難しいですよね。インドネシアの好きな食べ物、なんか豆腐の薄切りみたいなやつ、あとナシゴレン、ナシゴレンは美味しかったよ。ジャカルタのやつ見ました、かっこよかったです、ありがとうございます。え、私ねこれマジ衝撃だったんですけど、まあ、まずインスタのフォロワーがめちゃくちゃ増えたんですよ。それは普通に嬉しくて、のとあのJKT48 の皆さんと、あの昨日おとといか写真アップしたじゃないですか、あれのいいね数がなんかわけわかんないことになってめっちゃびっくりしました。ちょっと具体的な数ちょっと言わないでおくんですけど、あのなんかすんごかったですねマジ。あの私の今までの SNS 全部やってきた中で、あの見たことない数字になりました。びっくりマジ、えみたいな、えみたいな、すんごいすんごい数字でした。なんか見た瞬間、まず1回目に見た瞬間にあの自分の目をちょっと疑いました。 JKT はインドネシア唯一無二の存在か、確かに それはすごいですよね。確かに見に、あ、インスタのちょっと非表示にしてるかもしれない、いいねなんかついた、本当にすごかったマジ。ナシゴレンめっちゃ美味しかったです。正直食べ物全部美味しかったです。あでもライチティーとかめっちゃ美味しかったです、個人的にね。それ私ですかめちゃめちゃ私よなんか某マネージャーさんがすごいなんか布みたいのを持ってて、おはようございます、めちゃめちゃでかく私が映ってます。なんか隠そうです。マートンさんやっぱイケメン、え、めっちゃイケメンでした。すごいなんか身長めっちゃ高かったです。高かったです、びっくり。おはようございます。英語話せるメンバーってインドネシアのファンに認知されたから、でも確かになんか JKT の方にもなんか英語喋れる子だよねみたいなめっちゃ言ってくれました。あ、そう、インドネシア人たちにしてる、ごめんよ。イスティクラルモスクはジャカルタナが一番好きなとこですか。え、でもめっちゃあんまめっちゃ観光しまくったとかではないんですけど、
めっちゃ綺麗でした。そこモスク、なんかあれ昨日は外の写真しか上げてないんですけど、またちょっと中の写真とかも上げたいです。じゃあ良かったです、本当に綺麗だった。なんか日本にはやっぱないなんか絶景でしたね。すごい行きたかった、もっといろんなところ行きたかったです。マジで最高でした、本当に最高でした、マジで最高、ジャカルタ最高。 JKT は可愛い、JKT の皆さん本当に美人でした。マジ美人すぎてびっくり、美しい、美しすぎた、マジで美しかった。なんか今度さ JKT のさ仲良くなったみんなとさ、なんかインスタライブとかさ、なんかショールームやってるらしいから、ショールームとかなんかまたコラボ配信とかしたいですね。めっちゃ私が勝手に思ってるだけなんですけど、したいです、楽しそう。私は多分日本語喋れないんですけど、今度インドネシア行きたい、マジで行きたいです、また行きたいです、本当に行きたい、めちゃくちゃ行きたいです。はい、めちゃくちゃ行きたいです、すぐにでも行けますよ。インドネシアって時差で、インドネシア2時間です。めっちゃ韓国語は来てる、ちょ私韓国語は分かんないのでごめんなさい、ちょっと分かる方ちょっとお願いします。リケルティの声に伝えていく。ありがとうございます。ちょっと今めっちゃ韓国 JKT の電撃戦やりません。今はじゃないです、いやそんな予定はないです。で向こうに住むってなるとね、また難しいよね、絶対多分難しい。シオンもいなくなるから余計なんちゃらなくなるね。でもシオン卒業本当に寂しすぎます、無理です、無理、もうあと1週間しかないって思うと本当にやばいです。どういうことですか、 What? 気合いで将来 JKT 兼任とかしたらどうだろう。めっちゃ気になります、それやってみたいですね。さきちゃんすごく気になりました、フォローします、ありがとうございます、やった、やっぱね、こうやってねフォローしますとか言ってくれて本当に嬉しいですよね、なんかテンション上がります、ありがとうございます。インドネシア語で可愛いはカンティック、読み語ってるか分かりませんだそうです。私はあなたの新しいファンです、 Thank you。テレマカシー、それだけ覚えてるから私それだけ言いまくりますね。アメリカでニューヨークと LA に行くならどっちがお好み？どっちも好きだけどな、ニューヨークでも行ったことあるんで、あるロスもあるか。お互い劇場のファンが行って声見るとツアーとかあったら熱い、確かに。チャンティックだそうです。なんだっけ、 B2 のリレー配信のなんか内容も話さなんか、なんだっけ、何でしたっけ、まだ次はなんかまた、さっき昨日のよリレー配信は待っていた、リレー配信私これ今日最後の人です、お今やってます、はい今やってます。明日からは、それも全然決まんなくて、昨日の朝からずっと相談してたんですけど、それも次できなかったちょっと一種の理由ではあるんですよ。昨日早めに出したんですけど、次何しますかみたいな、だけどちょっと決まらなくて、やる内容は決まったんですけど、やるメンバーが決まらなくて、そう、それもあって遅れてかぶって Oh no! みたいな状況だったんですよね。何するの、最後までのお楽しみです。家庭内のルール、そう、私ねそれ思ったんですけど、そのルールなくて本当に、なんだろう、逆に皆さん何かありますか、
皆さん何かありますか？ルール。ルールか、むずいな。ルールはマジでもう自由なんで。家庭内のルールでしょ。We'll be happy if you respond to comments in English. Okay. Of course. 韓国語、韓国語なんて書いてあるんやろ。ちょっと韓国語本当に読めなくて、すいません。三つ目も今みんな忙しいのかな。いやなんか誰も返事してくれなかったですね。既読はついたんですけどね。既読はついたんですけど。なんて書いてあるの本当に。韓国語、韓国語わかる方いますかね。なんだろうな、ルールでしょ。ルールルールか、ルール、うーん、家では日本語禁止。めちゃめちゃ日本語です。めちゃめちゃ日本語です。なんなら本当の看護、あ、本当の看護婦じゃなかったな。こんにちちひ TV、 つやかりやつやいました。こちらこそ本当に楽しかったです。ルールか、あみちゃん難しいお題持ってくんな。ルールなかい、ルールか、あールールでしょ、ルールね、ルールかないな本当に。何、あ、なんか、いやこれルールでもないな。何時まで寝なあかんとか。でも絶対1時ぐらい、1、2時までには寝てます。なんだろう、ルールね、何があるかな。あ、なんかみんなで貯金はしてます。これルールなんか分からんけど、なんか貯金してます。みんなでなんか決まった、その、あ、例えば お題じゃないですけど、これを言ったら貯金みたいな、罰金みたいな、なんかそれだと貯金してます。なんかその決まったテーマみたいのがあるんですけど、例えば何かしたらいくらみたいな、まあ、その一つのお題があって、それね、そっから貯金してますみんなでかな。ルールでもないけどやってます。それやってます。面白いかどうかはちょっとわかんないんですけど、それをしております。めっちゃ眉毛薄く見えない、ここまであるんですけど、ちょっと肌加工めっちゃつけてるから、ちょっとこう隠しとこう。ここちょっとなんかやだ、眉毛ないみたい、隠れないし、しかも隠しとこう。それが止まった旅行とか、以前が英語しか話せなくて辛いです。さきちゃんに通訳してほしいくらい。全然します、しますっていうか全然したいです。でもすごい、いとこが海外の方なんかな。貯金が我が家のルールじゃないけど、楽しみというか決まりというか。ちょっと待ってください。どうする、みんなからって強くしてきた、ちょっと弱くしとこう。あ、だから前に戻ってきた。これでも薄く見える、やだ。チヒの動画見たよ、ありがとうございます。
ハリーポッター貯金すな。そうなんですよね、ハリーポッターね、行きたかった。私ね、今だから言うんですけど、行く予定だったんですよ本当は。本当はもうね、あのチケットも全部取ってて行く予定だったんですけど、そう行けなくなっちゃって、まあ、もうその行く日程が終わったから言うんですけど、なんかもう取ってたんですよ、あらかじめチケットは。それなんか前その話したじゃないですか、多分してるんですよこのショールームでね、ファンの皆さんと。なんかハリーポッターのツアー行くのみたいな話をしてた時に、行きたいんですみたいな風に言ってたんですけど、あの時もうすでに行く予定だったんですよ。でもその時点でもう行けないことが確定してたんですよ。くそ、インドネシアから応援してます、 Thank you、 テレマカシずっと言ってた子、チーフィーの動画で緊張して声なかなか出なかったのかな。もうなんか本当になんかもう必死でした、緊張しすぎて。ちょっと待って、充電があと 10% しかないため、ちょっと40分に終わりたいと、45のボタンか、40分に終わりたいと思います。さあ、めっちゃ照れまかしい言ったきます。それしかちょっと覚えてないんです、すいません。あれも覚えてます、生さや美咲吉野も覚えてます、トロンパンイッサや美咲その2つしか覚えてないですね。それ以外はちょっともう I don't know です。じゃあきっと英語で話せるようになりたい、ぜひ英語、じゃあお話し会とかね、英語で一緒に話しましょう。そう、お話し会英語 OK なんです。私結構います、なんならもうそうやって英語で私人に話してくれる方、お話し会、お話し会って英語なんて言うんですかね、いつも思うんですよ。 English is okay in my お話し会OK OK。 あ、そう、次はもう言っちゃう、ちょっともう時間もない、次は明日からペア配信に なりますっていうか、明日からペア配信になるんですよ。だ多分 コラボでやるのかちょっと どうなのか、まあ、私もよく分かってないんですけどとにかくペア配信に、なる予定で、オンライン talk event、 Yes、 オンライン talk event 話し会、そうペアになって明日は私またやるんですけど、明日が私とジオンでペア配信をする予定です。そうです、だからまた自分で自分にバトンを渡しておりますそうです、そうミサオンでやりたいと思います。なので、はい、そう明日ちょっと多分遅めです、夜です、夜でやります、好きなペアやった、ので皆さんぜひ楽しみにしててください。テーマはどうしましょう、なんかありますか、皆さん私たちで聞きたいこと、ちょっと今募集するわ、まだ時間あるでしょう、充電もまだいけるでしょう。ジオンちゃんと英語で喋る配信面白いやばいですよ、崩壊しますよ。お互いの好きなところ、あー、あり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 、お互いの好きなところ、いいですね、確かに、お互いの好きなところね、なんだろうな、7期の黒話って言ったらマジ10周年しか出てこないですよジオは日本語からややしいディスられてるやん、ジオン受ける、高校生になって変わっ入れ替わったら何をする、あー確かに それ面白いな、これにしようかな、入れ替わったら何をしたいか、1曲どころじゃないんですよ、めっちゃ減らされてます
入れ替わったら、これにします。入れ替わったら何をする、入れ替わったら、何しよう。ジオンになったらバッキバキにダンス踊るとか、うん、面白いな。ではちょっとランキングを読ませていただきますね。いきます。13位の方、宝野さん。12位の方、翔さんでいいの、これは翔さん待って、なんていうのこれ、翔さん合ってますか。最初のが翔じゃないですか、その次は太陽の陽じゃないですか、なんていうの、これなんていうの、名前でショーってあるじゃないですか。あのこれ、あの横に羽みたいなのがついてるやつに太陽の陽ってなんて読むと思いますか。え、どっちが先、陽が先、ショーが先です。でもこれでショーって読む人いますよね、違うかな、ショーよ、ちゃんとショーショ、でも当て字の可能性はある。ありえます、確かに、なんて読むんだろう。ちょっとショウさんでいただきますね、すいません。ちょっとまたちょっと答え来たらそれで見ますね。とりあえずいきます。ショウさん11位の方、変わった、マチカネフクキタルさん12位、ちょっともう一回いきますね。13位の方、マチカネフクキタルさん。12位の方、アリアンさん。11位の方、クンクン。10位の方、アルマサトリアさん。9位の方、シメッ、なんていうのこれ、セメテル、セメトリーさん、マチェスターごめんなさい。8位の方、ユウスケさん。7位の方、RC さん。6位の方、ナルルさん。5位の方、ユウさん。4位の方、クニアンさん。3位の方、ジュンヤ。2位の方、ソーサバナさん。そしてユウさん2人いる、ユウさんでですでさてありがとうございます。なんとお名前なんだろう、こいとつです。今日は行ってきます。ちょっと今から練習をしてまいります。てるまかしー楽しい、これありがとうございます。ではまたの、今日はこいとつ公演なのでぜひ配信もありますのでぜひご覧ください。 I hope you watch こいとつ公演またインスタライブで全部やりたいな。ではありがとうございました。バイバーイ。